こんにちは、カウンセラーのヤマトエミです。今日はあなたの黒歴史は何みたいな話をしようかな。今日ね、友達と喋ってて、あのその方の自慢話ではしかないのにかかわらず、自分の見方があまりにも歪んでいるからこそ黒歴史に見えてしまうという、え、それあんたのいいとこやんみたいな、自慢やんみたいな。で、それはもう絶対エミさん、それだけは出したくないのでございますみたいな感じなわけよ。わかる？それ例えばさ、胸がすごい大きい人がこれ巨乳ですごい嫌われるみたいに思ってたら、やっぱその胸が出る服とか着ないでさ、多分晒しとか巻いちゃうみたいな話で、それを晒しを巻いてるとやっぱさ、何このキモいって思うやん。え、何これみたいな。で、そういう感じで多くの人は自分のいいところを晒しを巻いてるみたいな感じなんですよ。で、その黒歴史っていうのは、他人にとっては素晴らしいところなので、例えばまああれですよね、経験なので、私なんかで言うと海外に行ったことがあるとか、海外で勉強したことがあるとかもそうだし、こういう仕事に就いたことがあるとかもそうだし、挫折会見とかもそうですよね。多分高校野球頑張ってて、なんかインターハイなんとかまで行ったみたいなやつとか、そういうのってやってない人にとってはすごいんですよ。マジみたいな。え、ちょっと待って、高校野球で準優勝みたいな。でもそこは見ないんですよね。そのいい自分、その上、もっと上の人いるしとか、もっとできる人いるしみたいな。で、今もう高校で野球できないしみたいになっちゃってるわけです。で、その自分のだから、なんていうのかな、それってすごい頑張ってたことに多いんですよ。前だとなんか真面目に勉強してる方とかもありましたね。なんか勉強、やっぱさ、勉強ガリ勉ダサいみたいなさ、スピ界とかではあるの、やっぱなんかこう自分の好きなことでお金を稼げなきゃいけないから銀行で働いてましたなんて恥ずかしいですとかさ、よくわかんない、そういうのあるの。マジ銀行で働けたのすごいやんみたいな。なのにそういうのを隠してる、逆に言えば。例えば今そのでそのギャップもあるから逆にいいんじゃないとか、もちろんそのギャップがない人もいるわけでしょ。でもそういうふうに自分のことをずっと批判してる方というか、白歴史やそれ、それ自慢やんっていうのを黒歴史にするんですね。そう。だから、もう何が何だか、あなたやりたいこととか好きなこととか何が何だか分かんないみたいになっちゃってるわけですよ。そうなると。で、もったいないやん、それって人生めっちゃめちゃ。ちょっと今ね、パスタ茹でてるからちょっと待って。もったいないでしょ。で、もう本当に笑っちゃうよ、それって。他人から見ると。例えば。例えば私だとしたら、なんだろうな、あれね、レスとか、浮気とかも黒歴史だとしても、それも白にはなってるんだけども、仕事にしてお金にしたからね。例えばイタリアにいるとか、一応白じゃないですか。で、他人からしたら、エミリーさんすごい海外に行ってみたいな。でもうちの父親が何て言ったか、あの人黒歴史を作る人だから、人ってね、面白いんだよ。黒歴史を作る人だから。これどっかで言ったかもしれないけど、何なんだそれ、何、日本人の男は誰も好きだと思ってくれなかったのかみたいな話になったの。もうなんか UFO かよみたいな、地球の男はに飽きたところじゃないけど、なんかそう見るんだみたいな、日本人の人誰なの、モテないから海外の人と結婚するみたいな。それって両方に思いだ。もちろんね、そういうところ私はあると思うんだけど、私もキャラ的に強いし、日本人の男性無理かなっていうのもさ、確かに、なんとなく分かるかな。でもそれを勝手に黒歴史にするか白歴史にするかは自分でしかないんですよ。で、それのなんかね、私のカウンセリングの強いところっていうか、そのもちろん私全ての歴史は白に塗り替えることができます、ぶっちゃけ。だからそれはすごい私のカウンセリング力というか、それがあって白に変えるし、なんか本当に他人から見たら分かんねえそれみたいな。しかもね、隠してんのよ、巨乳と一緒で。もうその隠し具合がすごいみたいな。
で、だからカウンセリングとかで出すと分かるから、まあ、治っていくというかなるのと、もう一つはやっぱりその私の文学力というか、私の好きなあの作家が谷口純一郎っていう作家なんですけど、あの悲劇的、ある出来事を悲劇的に書くことも喜劇的に書くこともできるんです、谷崎先生というのは。なので、まあ、恋愛小説っていうか、まあ、男女ものが多いんだけど、例えば、猫と肖像と二人の女っていう話があって、それはもうすごい喜劇的に書いてる。で、風天老人日記っていうのはじいさんが、まあ、あのなんだけど、どちらかというと喜劇的でもあり、グロテクスでもあり、悲劇的でもあるみたいな。で、その同じ話なんですよ、男と女のいざこざだから。でも、あ、例えば知人の愛とかは、もうナオミっていう女が本当に嫌な女っていうか、もうめちゃめちゃ私のアイドルな女なんだけど、そのキャラみたいのがあって、そのちっちゃい時から綺麗で、まあ、ちょっとロリータっぽい感じで男を騙し続けていくみたいな。結構でもそれはね、揚げまんだったりするんだけど、そういうのが。でもそのナオミちゃんの話があって、それは結構悲劇的っていうかドラマチックに書いてあるんですよ。全部同じ話なんです。年寄りが若女の子に恋するっていうでも悲劇的に書くか喜劇的に書くかでドラマチックさも全て変わってくるんですね。でも自分の人生というのはどっちに書くことも誰でもできるんですよ。で、もちろん悲劇的に書き続けて、それがなんかまあ魅力的になる方もいるんでいいんですけど、あのもしなんかね、人生この今世で成功したいというか、今世でこういう世界を見たいっていうか、自分の、やりたいこととかそういうものを楽しく、表現したり、夢を叶えたいとか、自分のやりたいことがあるとか、人と分け合いたいって、豊かになりたいって前に言いましたけど、その豊かさをもし味わいたいのだったらね、やっぱね、刺激性に持っていくとね、かなりこじれます。必要ないから、そんなもの。だから本当に何度も言うように、何が正しいかとか何が間違っているかではなくて、自分の黒歴史と思っているものを全部白に変えていくっていう作業を、し続けるんです。だから本当、私の場合はその谷崎潤一郎先生が教えてくれた技っていうか、なんだよっていう、同じ出来事でこんな違う世界を見せてくれるのかっていう、その言葉でだけどね、文学で。だから客観性なんて世の中にはない。起こったことにおけるいい悪い、かっこいいかっこ悪いはお前が決めるしかない。だからオタクな人でもかっこいい人はかっこいいし、何、それこそなんかルイ・ヴィトンのバッグ持っててもダセいやつはダサい、はっきり言って。それは何かっていうと、その人が決めるから、そいつが決めるしかない。でもそれを間違えちゃうと、やっぱりダサとか、なんか白なのに黒歴史になって、うわ、なんかだからいいところが見えないから、まあ、こじれるよね。だってみんな人はいいとこ見たいから、人は気持ちよくなりたいから、あなたと一緒にいて。ということで、今日はあなたの黒歴史白歴史にしてみませんかみたいなお話をしています。今日もご視聴ありがとうございました。またね。